皆さん自分の嫌なところコンプレックス持ってますかそれを感じた時はね自分自身にこう言ってみてくださいそこがいいんじゃないおはようございます スマデラの小池洋人でございます本日もよろしくお願いいたしますえー、皆さん悩みを抱えた時にああ悩む前がどんなに幸せだったかと思うことはありませんかそれとかもうドツボにはまってですねあなんとかこっから抜け出したいなんて思うことないでしょうかでもそんな時にちょっとした発想の転換とかであなんてことなかったなって思うことも経験ありませんでしょうか 今日はですねそんな発想の転換でちょっとこうその場をしのいだというかですね乗り越えた私自身の体験談をちょっとご紹介したいんですが私高校時代にですね、まあ、サッカー部で部長をやったりしていて、まあ、その高校3年生の時にですねある日突然あの校長先生にですね校長室に来るように呼び出されるんですね。で「あれ?と」と、まああ「そんな悪いことしてるつもりはないですから」 え、なんかえあったかなとねちょっと不安な思いで恐る恐る校長室に行くわけですよ。で校長先生が待ってはって校長先生が言ったのがあ今度あの中学生受験を考えてる中学生のために合同説明会というかあの中学生に向けて高校をアピールする、えーまあ、オープンキャンパスみたいなもんですかね大学でいうところのえそういう説明会があるから在校生代表として、えー、皆さんにスピーチしてほしいっていうふうに言われたんですよ。 であ怒られなくてよかったっていうですね、まあ、叱られなくてよかったっていうのがまずほっとした部分ともう一つはあこれ責任重大だなというあのプレッシャーに、えー、襲われるというかですね、まあ、でも昔からこう人前で話すことが好きな私でしたのでもう喜んでそのお引き受けはしたんですけれども引き受けた後でいでこれはどういう話をしたらいいのかなってこう悩み込んでしまったんですね。 でも毎日毎日あ何を話せば伝わるのかなとかねどんな話したらいいのかなってこう悩,み悩んでたんですでもそれこそドツボにはまってというかあどうしようどうしようってなってた時に、まあ、何気ない感じでこう夕飯ですね夕食を家族で食べてる時に、まあ、両親にちょっと相談してみたんですね今度こういうところで話さなきゃいけなくなってしまったんだけれども、まあ、どんな話したらいいんかなってこう聞いた時に。 父親がですすねねまさかのアドバイスをしてきたんで,す、ね、でそれが何だったかというとあ「それやったらお前が思う高校の嫌いなところダメなところを全部言ってでその話の最後にそれ以外は素晴らしい高校です」って言って「スピーチ終わったらいいんちゃうか?」と言われたんですね。なんてこと言うんだと思いました。 でまあなんてこと言うんだろうと思いながらでも自分の経験を思い返してみたんです私も中学生の時にどの高校行こうかなっていろんな高校行きましたでもね考えてみたらもうどの人もあの決まり文句のようにね自分の高校を称賛して、まあ、部活が盛んですよとかね文化祭楽しいですよとか、まあ、決まったようなこうパッケージのようなですねあの定型文のような まあそういういスピーチが多かっったたなと思ったんで,すでなんかこう心に残ってる、まあ、失礼ながらですね失礼ながら印象に残ってるスピーチってあんまりなかったなっていう思った時に、まあ、当然ですよねあのその高校をアピールするあのスピーチで自分の高校の,この悪口を言う人はまあいないじゃないですか。かでもなんかその方が印象には残るかなと思ったんですよね。いやなんか飾り立って 飾り立てられたこの言葉よりも嘘のない言葉のように聞こえるしこう誠実にもしかしたら心に残るかもしれないでちょっと普通と違うことがしてしまいあしてしたいというねそういうちょっと欲求を持ってる私ですのであそのほうちょっとワクワクするなとか思ったりしてその父親のアドバイスを真に受けてですね採用してですね当日を迎えたんですよ。ままあ体育館に何百人といううかですねもうたくさんの中学生が集まって でなんか、まあ、うちの高校ブラスバンドとかえすごく盛んだったのでブラスバンドの演奏があったりとかえいろんなことが催しがあってり最後というかね、まあ、それではあの在校生代表で、えー、っていうふうに紹介されて、まあ、登壇するわけですそれで、まあ、スピーチが始まった時にです、ね、あのあそれではあの今日はですね皆さんに私がこの高校の大嫌いな部分嫌なところを全部ご紹介いたしますって言ってですね はいまず、あの、校舎が汚いとかですね、えー、それからっていうのをバーってこう話してたんですよ。それあの、爆笑で包まれまして、会場は。でも、あの、ちょっと気になってですね、ちらっと校長先生見たんですね。もうね、この苦虫を噛みつぶしたような顔してたあの校長先生が。<laughs> まあちょっとそれはもうなんか、あやばいと思いながらも、でももう、ね、もう始まったものはしょうがない。もう最後まで,で。で、最後に、でもね、今話したところ以外は、 もう最高な高校ですから!」みたいな感じで言ってもうみんな拍手で、ね、終わってでもう帰りはもうみんなニコニコして、ね、あの中学生帰っていったんですでその表情を見て最初はそういう表情をしてた校長先生も「最初はどうなることかと思ったよ」って言われて「でもありがとうよかったよ」っていう風に。 私もああよかった何とか役目をね果たせたかななんていうことを思って、えー、終えたんですけれどもなんかねそういう発想の転換っていうんですかなんかそのどつぼにはまった時に、まあ、私が家族に相談したかのように人の意見を聞いてみるとかですね自分でこうちにうちに悩みを抱え込むんではなくて人に相談してみるっていうのが、まあ、すごく、あのー、発想の転換をするのには 一番いいいかもなとううふうに思ったんですよねで岡真由美さんという方が、まあ、日本一自殺率の低い、えー、徳島県の海部町というところで自,自殺予防因子というねことを研究されていてでなぜその地域が自殺率が一番低いのかそれが分かれば自殺予防因子というのが導き出せるんじゃないかという研究をされている。そそこででの地域で昔から言い,さ言い習わされてきた 言葉「病い一に出せ」っていう格言をですね、あのピックアップされてたんですね。病い一に出せ。病というのは、ただ単にこの体の病気のことだけじゃありません。我々がなんか人間関係で悩んでいることとか、いろんなトラブルとか、そういうものをすべてひっくるめて病い一に出せっていう一っていうのは市場の一ですから、公開ですよね。公開の場を示すわけです。何か抱えたときに一に出せよ。 つまり私こんなことで悩んでるんですこんなことで困ってますっていうのを公開の場にすぐ出しなさいとでそうした時にいろんな人がね「あのあそれあんたそれやで」とかねあの「そういう時はこうした方がええんやで」とかこの新たな、ね、解決方法を授けてくれる人が現れるかもしれないしいろんな私が家族に相談したように考え方の転換を与えてくれる人が現れるかもしれない。だから何からら何悩みを抱抱ええたら自分で抱え込むんじゃなくてすぐに人に人 打ち明けることが大事だっていうそういう言葉山一に出せあいい言葉やなって私思いましたですから皆さんも何か悩み抱えた時には一に出すっていうことをねぜひ心がけてみてくださいでも一人の人もね私一人であっても人に相談できない人であってもね魔法の言葉があるんですよそれをね最後に紹介したいと思うんですこれが三浦潤さんがおっしゃってた言葉なんですけれども何か自分がつまずいた時 人生で失敗した時とか自,自分のコンプレックスとか何か悩みを抱えた時にこういうふうに自分に言い聞かせるんですね問いかけるそこがいいんじゃないっていうんですねいやー人間関係もうまくいかんな俺の人生はでも俺の人生ってそこがいいんじゃないって言うそうなんですそうするとですすすそうるとね根拠なくていいんです。 そそここががいいってななんでそこがいいいいっっってててななんんんででね別に突っ込まなくていいんですもう根拠もなく自分に言ってしまうんですよ。いやそこがいいんだよねでも失敗ばかりのまま恥かいてばかりの人生やわでも俺の人生ってそこがいいんだよなって根拠なく言うとなんかよくわかんないけどポジティブな気持ちになるこれがですねそこがいいんじゃないという魔法の言葉なんですよね。皆さんなんなかつまずいて なんか人に相談してもなんかうまくいかない時むしゃくしゃする時自分に言い聞かせてくださいそこがいいんじゃないでもねそれでもああ駄目だなって思ってしまう時こそお寺に来てくださいお寺に来て仏様の前に座る全部仏様は受け止めてくれます最後に坂村新民先生の詩をね紹介したいと思います。生きていくく力がなくなる時坂村新民 死のうと思う日はないが生きていく力がなくなることがあるそんな時お寺を訪ね「私は一人ブッダの前に座ってくる」力湧「力はき明日を思う心が出てくるまで座ってくる」という短い詩なんですけれども何か悩みを抱えた時ねお釈迦様仏様にそれを聞いてもらう。 明日を生きる勇気、力が湧いてくるまでじっと仏様の前で座って、あるいは手を合わせて時間を過ごしてみてください。いつでもお寺お待ちしております。えー、本日もありがとうございました。では最後に皆様のご無事をお祈りしまして、ご報告三遍お唱えしたいと思います。ご合唱ください。南無大師遍乗金剛